ックスナックのカラオケで生きり倒してるおっさんみたいな。やりますよ。ブラッシング入れとくと自動的に浅く当てることができる。ちょっと今怪しかったな。斉藤さん、こんばんは。いつも見てます。ありがとうございます。もう一度キスしたかったのショートを見てて気になったことなんですが、チョーキングの直前にブチーみたいなえぐい音を鳴らしてるのはどうやってるんですかと。じゃあ、ズン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 。今何の曲でしょう。はい、クイズ。今の何の曲でしょう。そんなありましたっけ。ドゥエッドゥエッっていう。これか。ぐしゃってやつ、ね、これはね、ここでも、まあ、要はミュートしている弦をここを押さえてるんですけど、まあ、音こうあんまならないようになってるんですけど、まあ、いわゆるブラッシングってやつですね。ブラシでシュッシュってやったみたいな音のことだと思う、多分ですよね。違うかな、みたいなやつが入ってて、で、2弦をチョーキングしたいんだけれども、2弦の音は出したいんだけれども。だからまあ、5、4、3弦ぐらいをブシュってやって、うん。っていうのをやってます。チョッピングとか言うかな、そのぐしゃっていう音単体のことをブラッシングと呼び、そしてそれが入ってで1個の音を出すみたいな、まあ、2個でもいいんでしょうけど、この技全体のことをチョッピングっていうんじゃないかな、多分。まあ、詳しくどれがどうだっていうのはなんかね曖昧ですけどね、知識として誰かがなんかはっきりと定義づけしてるわけでもないと思うんで、そんな感じでやってます。で、チョーキングするときって、薬指で上げますと言いながら中指も添えてます。で、人差し指でミュートしてます。2弦やるんだったら3、4弦ぐらいミュートしてます。みたいな感じなので、こっちでもミュートしてるし、で、こっちもミュートしてるって感じ。これ両方してないと、こっちミュートしてないと、結構、音鳴りすぎちゃうんで、こっちのブリッジミュートだけだと。なんで、両方ミュートしてて。うまく弾かれない。全部チョッピングしている。うざい演歌歌手みたいな。演歌歌手を悪く言ってるわけじゃないんですけどね。うざい、スナックでイキり倒してるおっさんみたいな。スナックのカラオケでイキり倒してるおっさんみたいな感じの。ケイ・ウンスクみたいな感じのギターの弾き方になりますね。全然、これやろうとするとうまく弾けないです。Tボラン歌うおっさんね。うわ、そうそうそう、そういうことですね。わけもなく悲しくて、お前に拗ねた夜。Tボランってケイウンスクっぽいですよね。これもね、もうちょっとね、Tボランを聞いてすぐ後にやったらね、もっとちゃんと似てるようにできるんですけどね。Tボランのものはね、結構聞いてカラオケで歌ってたんで。濃い歌のアルペジオとモーテルのイントロを行ったり来たりしてます。ちょんちゃんちょんちゃんちょんちゃんちょんちょんちょんちゃ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 んちょんちょんちょんちゃ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 んちょんちょんちょんちゃ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 んちょ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 ん
そう、普通のチョーキングよりかっこいい音なんだけれども、まあ今やったように、全部が全部そういう風にやっていくとちょっと鬱陶しいですよという感じはありますね。まあいったカッティングとかにちょっと近いような、そういうブラッシングの音が、まあアタックに厚みが出るっていう感じですね。やっぱ一本だけでパーンってやるとやっぱパーンって感じになっちゃうんで。まあ、ブシュってやった方がかっこいいっていうのはまあ当然あるんですけど、まあ、あんまやりすぎるとどうかなっていうような感じですね。でなんかこう一発目とか、まあ、最後のいいところのチョーキングとかそういうのでやるんじゃないかな。ブラザーフットみたいなやつとか、でも、もうこれもいきなり、半音つきっぱなしだったな。やってるな、こんな早くやらないといけないところやってますね。やりますよ。こういうところもやりたくなりますね。ちょっと決めたくなる。あとこれやるメリットとして一個あるのは、ピッキングハーモニクスをやるときにブシューも一緒にやっとくとすごくいいのは、なんか一本の弦だけ弾きに行くと結構ね、ピックを深く刺してしまいがちなんですよ。でパチャーンみたいな感じの弾き方になって、でこれだとピッキングハーモニクス失敗する可能性が結構あって、ピッキングハーモニクスって結構サッとこうパスとこう、特に、まあ、ピックはどうでもいいんだけども、あの指の皮1枚みたいな感じでさーっと当てていきたいので、それをやるのにこのブラッシングを入れてると浅めに通り過ぎることになるんですよ、勝手に。だからこれは非常に、こういうのやるときとかもこうブラッシング入れとくと自動的に浅く当てることができるっていう感じ。だからあの手前の低い方の弦がこうガイドになるっていう感じですね。その肝心の1弦とか2弦とかのピッキングハーモニクスを出したいときに。なんでピッキングハーモニクスの成功率を上げるためにチョッピングを利用するみたいなのはおすすめの使い方って感じですね。まあどっちもできた方がいいですけどね。そのチョッピングなしでちゃんとピッキングハーモニクスを一発で決めるみたいなのちょっと今の怪しかったな、うん、できた方がいいですけどね。俺もなんか演奏動画とかで一発撮りみたいなのと失敗したくないんで、結構それはやりますね。まあそんな感じで、ありがとうございました。ありがとうございました。